ダークファンタズマ開封チャンネルへようこそ、トリピです。ということで、今回はですね、やっていきたいと思うんですけれども、見てわかる通り、結構な量、開封していきたいと思います。合計4ボックス分の80パックの開封になります。まあ、この中から、ひなつの SR はもう当てたんですけれども、ウルトラレアークとかね、キャラクタースーパーレアとかを狙ってね、やっていきたいと思います。今のポケモンカードはね、発売日にポケセンオンラインでボックスが購入できるんですよ。もう今でも、ダークファンタズマ買えるわけなんですよ。まあ、それぐらいに手に入るようになったと、すごいありがたいっていうか、やっと戻ってくれたんでね。もうそうなったら、トリッピーさんは、止まりません。もうどん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 向いていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それじゃあ80パック開封やっていきましょう。もう結構ね、シャッフルされてんで、どのタイミングで SR が出てくるかとか全くわからないんですが、まあ、4ボックス分の開封ってことで、 SR は一応4枚は確定で出てくるみたいな、そんな感じなんだけど、まあ、もしかしたらね、運が良かったら SR2 枚箱報告されているので、まあ、5枚とかね、出てくる可能性はあるよ、みたいな。そんな感じっすね。じゃあ、まあ、とりあえず、ヌメールがあり。ヌメールはあり、多分、ヌメールだけが、ヌメールじゃないって。俺、毎回ヌメルゴンのことヌメールって言っちゃうわ。ヌメルゴンとかだけは、多分、まだ全然足りてないんで、そこら辺を、出しつつ、見ていくみたいな。闇カラス、毒ケール、カラクリア、マゲハント。あと、輝くポケモンが、3枚出るけど、まあ、ぶっちゃけもハガネイルとかそこら辺は必要ないんで、できたらパラセクトありですよ。できたらあれだな、サーナイトの輝くやつが、まあ、出てくれたるし、つかなんだったら3枚とも輝くサーナイトでいいわ。うわー、ジバコイル V が、出てきました。あとキャラクターアレアについてはカビゴンだけが出てないんで、さすがにまだ1枚も出てないんで、出ないってことはないだろう。カビゴンが出てくれると俺は信じてます。ゴルバッツ、雪かぶり、はい、クロバットにピクシーさん。さあ、もうすごい勢いで回復してるから、もう割となんだかんだで、いや悪くない悪くない。ついヌメルゴン、ありがとうございます。耐久型の対戦動画撮らせてもらいます。アルセウスとやっぱ合わせた方が強いのかな。さあ、パムパム、パラス、パラセックス、野党差し前、はい、ハガネール、輝く、ハガネールさんが当たりました。ハガネールじゃなくていいって言ったら、ちゃんと、ハガネールが、出てくれるのが、嬉しいところ。はい、ガラサル、グライオン、アルセイソンに、ヌメルゴ、ゲンガー、デスト、よいしょ。はい、どんどんやっていきましょう。ピカニキ、チリン、エドボースに、ゲンガー、ドグロックさん。さあ、今さ、ポケモンカード、診断直後もさ、普通に、あ、ヌメールゴンさん、さらに来ていく。これは普通に嬉しいな。診断直後もシティリーグが今真っ最中なんですよね。俺の知り合いつか友達も、うわー来たー、エルレイドのキャラクタースーパーレア、ありがとうございます。普通に嬉しい。今回の、キャラクタースーパーレア2種類なんですけど、ちゃんとエルレイド V が当たりました。つかね、キャラクタースーパーレアのさ、チョイスさ、ポケモン渋いよね。ゾロワークとかのキャラクタースーパーレアあっていいと思ったのに、ゾロワークじゃなくてエルレイドとラブトロスなんだよね。はい、うわぁそんなにすぐ来るか。しかもススキの HR じゃないか。なんかススキさ、怖ない。なんかサーモグラフィーだったらこれあれだよ、頭が赤すぎるから、お前これコロナですね、あなたお店入らないでくださいって言われるよこれ。あー、なるほどな貴重な SR の2枚が怒涛の勢いで出てしまいました。はい、カラクリアーム。で、まあ、さっきの話の続きだけど、そう、シティリーグがね、今ね、もうまさに、発売日の今日とかも、ジバコイルさん、やってるんだけど、多分、魔境になってるわ。俺の知り合いとかも LINE で、こんなデッキ持っていきます、みたいな感じで。うわー待って、早ない？ SR3 枚目なんだけど。野党三姉妹、でも普通に嬉しい。これイラストめちゃくちゃ良くない？これ。野党三姉妹、ゲームの中だったら、俺個人的に別になんか、どうでもいいキャラって言ったらどうでもいいキャラだったんだけど、このポケモンカードのイラストは、めちゃくちゃに美しいと。あ、嬉しいな、これは。これは普通に嬉しいです。ありがとうございます。まあね、ウォロさんとかの方が良かったけど、まあ、ひなつも当たってるしね。まあ、でも、あと1枚か。話の腰が折られてしまいましたけど。そう、俺の友達とかがさ、翡翠丸番やりだよ。今日シティリーグなんで、みたいな感じの人が2人ぐらいいて、LINE でデッキとか教えてもらったりしたんだけど、なんか、かなり魔境だなって思うわ。本当に普通になかなか、なかなかトリッキーな、その今で言うパルキアとかミューとかのその環境デッキとか持っていくわけじゃなく、この診断のデッキ2人とも持ってってたから、わ、シティリーグ魔境になってそうとか思いながら、
見てました。一人はヌメルゴン、翡翠ヌメルゴンを入れた、ザシアンデッキとか使ってたし、もう一人はこの翡翠ゾロアクのルール持たない方の逃げれない方を持ってったわ。はい、クロバット、はい、パラセクト。パラセクト多いね。カビゴンがまだ1枚も当たってないんですよ。カビゴンのキャラクターレア、はよ。今ちょうど半分ぐらいかな。ちょっと SR 枠とかが早く出すぎちゃった説はあるけど、これもうほぼほぼ全部出てるでしょ。一回これ終わったら整理しよう。とバスラーゴースゴーリキーホン、おい、自爆声、自爆声多くなってきた。はい、それじゃあどんどん行きましょう。グライガーロトム行きのグライオンに、はい、ラブトロスが当たっていく。よいしょ。結構やっぱ4ボックスだったらポケモン V は、出るね。はい、カイリキーさんにパラスさんも出ていく。ズバットガーディフィオネ、はい、あ、来た。輝く翡翠オーニューラです。これ2枚目だな。輝くポケモン残り2枚だけど、あと2枚、サーナイトだったら、嬉しいです。ぶっちゃけサーナイト来てくれ。キャラクターレア、マジカビゴン来ないな。もうそろそろサポートもう1枚ぐらい出てきてくれてもいいんじゃないか。来ないね。さあ、マユルド、ムーマ、エイパム、グライオン、カビゴン、ズバット、チリーンさんにダメポンが来た。翡翠ゾラーク V スター。今回の、この動画だと初かな ?2 枚目かな、多分そんなに出なかった気がする。下のポケモン V の方が、結構出てたような感じがするから。よいしょ。まあ、最後にね、動画の最後にこれは全部まとめましょう。アルセウスホン。そう。このね、アルセウスホンと、あとはそのヤレユータン。あとは、ドリームボール。それを合わせたデッキとかを使ってるな。多分ハピナス結構俺、強いと思うんだよな。それは普通になんかちょっと対戦動画でも使いたいわ。やっぱ翡翠ヌメルゴンさ、このヌメールの進化のこっちの方のやつさ、めっちゃ強くない？わー、ウィンディ嬉しい。このウィンディのイラスト一番好きまである。ていうか翡翠のウィンディがかっこよすぎる。なんかめちゃくちゃ普通。ウィンディはもともとかっこいいんだけど、翡翠のウィンディはさらにかっこいい。いやー、来た、煉木さんとカビゴン、嬉しい。初めて手に入れました。これで俺のキャラクターレアは全種類揃った。助かります、ありがとうございます。はい、じゃあどんどん行きます。チリン、ゴルバット、ドグロック、フィオネに、クロバットさん、ヌメイルと、あー、翡翠ヌメルゴン V スター、これ嬉しい、これ嬉しい。これでもさすがに翡翠ヌメルゴン V スターデッキも作れそうなレベルになってきたと思うし、ありがとうございます。輝くサーナイトでございます。これが一番、もう何枚あっても嬉しいからね。輝くサーナイトが一番嬉しいわ。はい、ドータくんにアゲハンツ、災いの箱、災いの箱のこれのウルトラレアとかもあるんだよね。今回のつか、まあ、ポケモンカードは、あー、ありがとう、ピカチュウ。ポケモンカードは毎度のことだけどさ、普通にやっぱウルトラレア枠は当たりづらいからこそ、なんかかなりなんか人気だよね。俺も正直ダークパッチのウルトラレアとかも4枚欲しいもん。雪の毒ケイル、災いの箱、イダイト、いや、ウィンディ、これ4枚揃った。ウィンディ、ウィンディの対戦動画はキャラクターレアの方で投稿できるようになりました。ありがとうございます。あ、そしてヌメルゴンも助かります。ヌメルゴンもそろそろ完全に集まってきました。あとは SR が何とかどうかどうだってどれでどれでSR でございました。まあまあ今回はね、一応ね、エルレイド V のねキャラクタースーパーレアの方もね出てるんで、うん、まあいいでしょう。で、あとは僕が、気になっているのは残りのこのパックの中にまだ SR があるのかどうか、それだけが気になります。ドローワーク助かる。いや、もうさすがに4枚出てたらボックスだからな。本当はバラパックで買いたかったんだけど、普通にねボックスで、あ、嬉しい、これ輝くサーライトさんが、出てくれました。まあ、ボックスで買えたんでね。まあ、これはこれでいっかとか思って、これにやっちゃったけど、雪かぶり、あい、ミカルゲー、あい、そうだな、今ポケモンセンターってさ、まあ、どっかのタイミングでポケガバブルが来てからさ、そのパックをさ、あんまりさ、陳列しなくなったじゃないですか。並べなくなったじゃないですか。昔はなんか、自分で好きなところから大量に並んであるパックから選べたんだけど、それしなくなって、レジでボックスを言ってください。購入できます、みたいな感じになっちゃったから。まあ、それがね、なくなってポケ戦でも普通になんか選べるようになったらね、バラ買いで、SR の上振れ下振れがある開封動画とかも撮れるから、それやりたさはあるんだけどね。残り5パックぐらいなんで、このままの勢いで見ていくぜ。 SR 来い、 SR2 枚箱来てくれ。どっか4箱も開けてんだら、どっか1個ぐらい SR2 枚箱だろ、お願いだなあ。あと3パック来る、こら。あ、でも翡翠丸マインは嬉しい。これで間違いなくもう4枚は揃っていく。あ、まだこれもなんかレアっぽいよ。
来たか。はい、エルレイドさん。エルレイド V のさ、これなんかキャラクタースーパーレアぐらいかっこよくない？普通にいいな。全然がっつりイラストとしては大好きだわ。はい、終わりでーす。まあ、知ってた。さあ、ということで、今回の80パックの開封結果になります。SR 以上はちゃんと4枚出ました。まあ、逆に言ったら4枚以上は出ませんでした。このエルレイドのキャラクタースーパーレアと野党3姉妹、これはかなり嬉しいね。で、まあ、鈴木とエルレイド、こっちのエルレイドの方は、まあ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 、みたいな感じだったけど、輝くサーナイトか。これが2枚出てくれてるのはかなり熱い。で、あとはもう1種類ずつだね。全部3種類出ました。で、キャラクターレアについても全6種類だけど、1、2、3、4、5、6と、全種類出ましたね。しかもゲンガーだけが3枚で、カビゴンが1枚か。だからこのゲンガーがもしカビゴンだったら、全部2枚ずつ出たみたいな感じで、めちゃくちゃバランスよく出てます。いや、違うわ。ゲンガーが多いんだわ。で、カビゴンが少ないですね。はい、みたいな感じで、ここら辺はラブトロス3枚、マレマイン3枚、エルレード2枚、ジバコイルも33、ゾロワークは42、ヌメルゴンは32みたいな感じで。まあ言うてバランスいいっすね、今回は。なんかにめちゃくちゃ偏りがあったみたいな、そんな感じじゃなかったんで、もう、ある程度っつうか、この死んだのデッキは、もう全部ドリッピーさんは作れるようになったでしょう。ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。これからはですね、対戦動画がどんどん上がってきますんで、そちらもよろしくお願いします。じゃあね。